ニベル構成は第一次世界大戦中1917年の西部戦線における連合国軍による構成。大きな損害を出し失敗に終わった。内容としていくつかの局面を含む。1916年、フランスは焦っていた。戦線の膠着に次ぐ膠着で国内に沿線気分が漂い、徴兵できる人間も枯渇しかけていたためである。 これを打破するためにまずフランスは司令官ジョフルを元帥に昇格させ、しかし僻地へ移動させた。新たに指揮官になったのがニベルであり、彼の行った大攻勢が後にニベル攻勢と呼ばれる1917年春季の大攻勢である。私は勝利の秘密を知っている。48時間以内にフランスに勝利をもたらす。普通軍の新指揮官であるニベルは豪語した。 この大胆な発言は、フランス国民を熱狂させた。これに、イギリスの政治家も動かされ、英軍の兵軍の猛攻撃にもかかわらず、イギリス軍は、フランス軍の指揮下に入った。1917年になり、ドイツ軍は交代した。普通英軍は、いぶかしみながらも慎重に、追撃進軍すると、行く先々の木が抜かれ、井戸には、毒が投入され、その先には、 堅牢な要塞が作られていた。この焦土作戦はフランスの怒りを買い、戦後にベルサイユ条約で恨みを晴らされることとなる。この要塞戦線を突破するために予想される犠牲は1万人程度と見積もられた。フランス首相の後押しもあり、多くの高官たちの反対にもかかわらず計画は実行された。1917年4月16日に、 イギリス軍兵具は、陽動のために、アラスで攻勢をかけ、イギリス軍は死傷者は16万ほど出した。陽動は成功したかのように見えたが、ドイツ側のルーデルドルフは、スパイを通し、攻撃作戦を入手しており、この陽動は筒抜けであった。ニベルは、勝利の秘密の正体を明らかにした。端的に言えば、砲撃の後ろで不評が、捕服前進をする。 砲撃の距離をどんどん長くし、それに合わせ不評も補腹前進をしつつ進軍。このまま敵陣地まで味方の砲撃の弾幕で不評を守り、強襲するというものである。しかし、これは完全に机上の論理であった。当時の技術ではそこまで精密な放射撃ができず、砲弾が補腹前進する味方不評の頭上に落ちてくる例が散見された。さらに当たり前であるが、 補服前進で進む予定の地面は、味方の猛烈な砲撃弾幕によりクレーターだらけで、あり、これが進軍を阻むことになった。折しも雪がまだ溶けておらず、天候も悪かったため、凍えるため補服することもできず、また悪天候と、クレーターで走ることもできなかった。構成初日に38万人の不評が突撃したが、約5万人もの損害を出した。 さらに場所を変え攻撃したが、結果はわずかに前進できた程度で完全に失敗であった。ニベルのフランス軍は48時間で突破に成功するどころかほとんど前進できなかった。構成の終末の1917年5月9日に、ニベルはアフリカに更迭された。公認のフランス陸軍総司令官には、第二軍司令官、ベルダンの英雄こと、 フィリップ・ペタンが任命された。フランス軍だけで18万7000人以上の損害を出したことと、ニベルが約束した勝利の言葉が虚偽に終わったことから、以後フランス軍内の士気は極端に乱れ、大規模な公明事件やフランス軍反乱が続発した。ありがとうございます。